ヒッパルコストは、プラトン名義の短編の対話編。副題は、リトク愛求者。古代に、トラシュロスがまとめた四部作集36編の中に、含まれるが、今日では偽作とする説が有力であり、構成上の特徴、共通点から、ミノスと同作者だと主張されることもある。題名の、ヒッパルコストは、作中に話題として登場する、かつてのアテナイの選手だった。 ベーシストラトスの息子であるヒッパルコスのこと。ソクラテスが友人に対して利得の IQ とはどういうことで、そのような人々とはどういう人々なのかというところから話が始まる。という特徴を合わせ持っているのは本作とミノスのみである。ソクラテスが友人と利得全着物についての問答を行う。しかし議論はあまり深められず、すべての人が利得を IQ する。 利得愛求者であるという凡庸な結論で終わる。途中、ソクラティスと友人の意見が対立する場面と、題名にもなっているかつてのアテナイの選手ヒッパルコスが、郊外に建てたヘルメス像に刻んだ信言の一つが、友を欺くなかりだったことを関連づけて、本題と関連性が低い、ヒッパルコスの自責についての話を突如として、強引に挿入しており、しかもその中で、選手、 ヒッパルコスの統治時代をクロノスの時代と表現してもいるため作者はヒッパルコスを賛美弁護するためにこのような構成にしたと考えられる。ソクラテスが友人に利得の IQ や利得 IQ 者とはどういうものか問う。友人は無価値な物事から利得を得ることを期待する人々のことだと答える。ソクラテスはそれでは利得愛求者自身はそれが 無価値な物事だと知っているのか知らないのか問いつつ、もし知らないのだとしたら彼らは単に無知な人々ということになると指摘する。友人はそういうことではなく、彼らは横島で利得に目が眩みやすい人々であり、無価値な物事だと知っているのに、あえてそこから利得を得ようとする人々だと主張する。ソクラテスが農夫、騎士、船長、将軍、 笛吹き、琴引きなどを例に出して検討した、結果、無価値な物事だと知っているのに、あえてそこから利得を得ようとする人々は、一切見つけることができず、利得 IQ 者は一人もいないということになってしまい、再度、利得 IQ 者とは一体どういう人々なのか問う。友人はいつもガツガツしていて、無価値な物事に、過度に執着して、利得を IQ している人々だと答える。 ソクラテスは、しかし、無価値な物事だと知っていることは、先の検討で否定されているので、利得 IQ 者は、それが無価値な物事であることを知らないのであり、価値があると思っているのだと指摘する。友人も同意する。続いてソクラテスは、利得 IQ 者が IQ する利得について問い、それは、損害、悪いことの反対であり、善気者であると指摘する。 友人も同意する。ソクラテスは、すると、利得 i 求者は、善も者を i 求する人々であることになり、善気者を i 求しない人はいないのだから、今度は、すべての人が、利得 i 求者になってしまうと指摘する。しかし友人は、利得 i 求者とは、善期人ならば、そこから、利得を得ようとしない物事から、利得を得ようと期待する人々だと反論する。ソクラテスは、 すべての人は常にあらゆる善気者を求めるのだから善気人もすべての善気者を求めるのではないかと指摘する。友人は善気人は自分たちが損なわれるような利得は求めないと反論する。ソクラテスはそれだと利得によって損害を被ることになってしまうと指摘する。ソクラテスが友人を自分を欺こうとしていると非難し、友人もまた同様に言い返す。 するとソクラテスは、もしそうだとしたら、自分は、全危険基準に従わないで、全からぬ振る舞いをしていることになるといい、突如として、かつてのアテナイ選手ヒッパルコスについて語り出す。ペーシストラトスの息子のうちで最年長にして、再賢明だったヒッパルコスは、多くの立派な仕事にその知恵を示し、特に、ホメロスの助持史を初めてアテナイにもたらしたり、 パンアテナイ祭りに印象詩人を出したり、女情詩人アナクレオンを連れてきたり、女情詩人シモニデスをはべらせたりしており、彼がそのようにした理由は市民たちを優れた人にするため、教育しようと望んでいることであり、何人にも知恵を趣味なく与えるべきだと思ったからだと、ソクラテスは述べる。また彼は、アテナイ市街に住む、者たちを教育してその知恵が共嘆されるようになった、あと、 郊外に住む者も教育しようと、市街と郊外集落の中間の道端にヘルメス像を立て、地位の言葉を刻んだのであり、その像の左側には、それが市街と集落の中間に立っている胸が刻まれ、右側にはまさしきちりもて歩めと刻まれているが、ステリアイ街道沿いの像には友を欺くなかれと刻まれていると、ソクラテスは述べる。さらにソクラテスは、当てないで、 選手支配と呼ぶべきなのは、ヒッパルコスの後の弟ヒッピアスの時代のみであり、その他の時代は、クロノスの支配する時代のようだったこと、またヒッパルコスが、ハルモディオスとアリストゲートンに殺害されたのはよく言われているような、ハルモディオスの姉を侮辱したからという理由ではなく、以前二人を慕っていてハルモディオスも恋心を寄せていた若者が、ヒッパルコスを慕うようになり、 彼らを軽蔑するようになったからであることなどを述べる。ソクラテスが話を終えると、友人は、ソクラテスが、友を欺くなかれというヒッパるルコスの言葉に、従っているなら、自分を、友と思っていないのではないかと述べる。ソクラテスは、欺いていると思われないように、これまでの議論で合意したことを振り返って検討し、必要とあらば、ご意思のように取り消すと述べる。ソクラテスが、 これまでの合意事項を列挙していった結果、友人は、利得は善であるという合意事項を取り消してほしいと述べる。ソクラテスは、利得のうち、あるものは善で、あるものは悪という考えなのか問うと、友人は同意する。するとソクラテスは、良い利得と悪い利得を、共に利得たらしめている共通点は、何なのか問い、問答を進めていくも、友人は、 悪しきものを得る場合を、利得とは認めず、善気者を得る場合のみを、利得としたため、再度議論は行き詰まる。ソクラテスは仕切り直し、利得とは、より少ないものを費やして、より多くのものを得ることか問う。友人は、それが、悪しきものである場合は否定するが、金銀の場合なら当てはまると述べる。ソクラテスは、では、 半分の重さの金を費やして倍の重さの銀を得る場合はどうか問う。友人は金は銀の12倍の価値があるので、その交換では損害であると指摘する。ソクラテスはそれでは利得の基準となるのは量の高ではなく価値の高であることを確認し、友人も同意する。しかしソクラテスが問答をおすすめ、価値があるものは所有に値するものであり、 駅があるものであり、前期ものであることを明らかにしていくと、友人も同意し、再び、利得は、前期ものとなってしまったことで、再度議論は行き詰まる。ソクラテスはこれまでの議論を振り返りつつ、すべての人が利得を愛求するのであり、人が他人を利得愛求者と、非難するのは不当な非難であると述べて、話は終わる。ありがとうございます。